さあドラクエジョーカー記念すべきパート20やってっかな。前回がね、このねモルボン場と、まあ、S ランクの島なんだけど、一通り全マップ見渡したかなって感じで、でなんとねマギュライトも10個集まっちまった。もう本当であればもうアルカポリスを戻って、まあ、10個集まりましたってことで決勝に進めるっていう話の流れなんだけども、まだちょっとね、ここの島の祠とか探索してないし、あとね、夜のね、このマップを探索してないから、ちょっと夜のマップ探索してえなってことで、休憩して夜にします。でね、夜のね、また、まだ見ぬモンスターに、まあ、出会いたいと思うんで、やっていきましょう。で、まあ、言わずもがなこの3体、スライム3人衆、3兄弟、3人称単数、わかんねえけど、まあ、この3人と、バックは、まあ、新しい A ランクアメザリー。で、ラプラス。で、ナイトメア。ナイトメアあと残り2レベル上げていいからな。ちょっと戦ってもいくか。じゃ、行きまっか。夜の、モルボンバト。さあ何がいいのかな？なんか、とりあえず普通の狼がいると。もう普通の狼。ただ、ここね、なんかショートカット、なんだ？泥人形かな、あれは。で、ショートカットができてるんで、こっから登れば、もうすぐに行けるんだけども、ただ俺はね、モンスターを見回り、やーだー、お前誰だ？誰だ、貴様！名を名乗れ。こいつでもあるじゃない？なんかハッピーゾンビだっけ？フラワーゾンビみたいな名前じゃなかったっけ？で、この犬は、ダースウルフェン。フラワーゾンビ。なるほど、やってきますか。え、だったらさ、せっかくなら、このフラワーゾンビ。まあ、見た目なんか俺の全然好みじゃないけど、ただね、ランク高そうだからさ、B ランクとか、C、まあ C ランクとか、まああるんじゃねえかなって思うんで。あ、いや、待ってこれ。あ、やべ、おっしゃった。毎回さ、この初見の敵に対してはね、必ず貯めるからじゃなくて、攻撃から入んないとね、やっぱまた前回、なんだっけ、猿みたいなやつ？あいつなんつったっけ？なんかコングバットだっけ？あいつみたいなの来たらさ、やばいから、最初はね、とにかくね、手数を減らさないといけないのに、もう貯めるをやる癖がね、治ってないんですよ、私ブリッジは。本当にいけない子。うわ、めんどくせえ！メタパニダンス。ナイス！よく耐えた。このダースウルフェンってさ、ほんとでも見た目完全にさ、目が充血してる犬だよな。一周回って可愛いかもしれねえ。で、倒したと。で、力を貯めまくりして、そんでもって、まあ、ためーの、殴りーの、まあ、ほいみーのでいいかな。精霊の歌？え？何？何？精霊の歌って何？ね、精霊の歌って何？勝手に歌わないで。ご近所迷惑です。ほんと、歌わないでください。そろそろこちらもちょっと法的措置を取らないといけないと考えなきゃいけないんで。ちょっと歌はやめてね、マジで。なんか、ああ、なんか知らんけど、なんか届かなかったらしいね。ああ、まあ残念だね。じゃあスカウトします。あれ？俺スーパーハイテンションまでやったよな。やべえ。今なんか歌のせいでなんかスーパーハイテンションまでやったかわかんねえ。で、2%。6%。30%か。こいつ、え、待って、俺スーパーハイテンションまでやったっけ？あーえー、あえ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 。すいません、聞き苦しい音。声を出し、ついに野生で A が来ちまった。で、スキルが攻撃アップ、バラエティ。なんだお前、バラエティ番組出たい系か？なんだ、芸人かお前は。そういう路線で生きていくみたいな感じか？お前マイク持ってっけどさ、なんかアーティストとかの、そっちの枠目指そうとしたけど、やっぱちょっと歌じゃ食っていけないから、お笑い路線で行こうみたいな感じか。
で、じゃあ名前はね、まあ、フラワーさんでいいかな。完全にあれだろ、見た目がさ、もう年老いてる感じがすっからさ、フラワーさん、なんか後輩の子とかのなんか世話してそう、人生経験豊富そうっていうことでフラワーさんよ。てか A ランクか。マジか。でも A ランクを 30% で倒せるようになったっつうのが、まあ、スカウトできるようになったっつうのがでかい。じゃあこのでっかいワンちゃん、目が充血してるワンちゃん、ちょっと仲間にするか、手なずけるか。あ、一体こいつは格好の餌ですね。行きましょう。いやー、こんなもんよ。まあ、俺らにかかるやな、野良犬なんてこんなもんよ。ただな、なんか逆にうまくいきすぎてランク低いんじゃねえかなって勘ぐっちまう。ランクは？あ、でも C か。ナイス。ワンチャン D かなって思ったけど、で、押すか。押すか。いいね。いやもうね、前回パートね、もうメスのね、そう、バーゲンセールだったから、もうむしろオスが欲しかったんだよ。男が欲しかったんだ、男が。じゃあお前はね、野良犬。いいんじゃないか？単純だし、しかもね、犬の部分がね、英語ってことでね、ローマ字ってことでかっけえな。よし！ま、順調だね。とりあえず今2体捕まえたとして、経験値も上手いのかな？まあ一応、戦いはいつでもできるし、まあ避けながら行くか。あ、一旦そうだ、満タンもちゃんと忘れずにして、え？なんかいる。なんかいる。ちょっと待って。あ、フラワーゾンビ。ワンチャンフラワーゾンビは戦っていいかな？こいつさ、経験値高いしさ、まあ勝てるでしょ、普通に。あー、まあそこそこか。でもね、こいつ自体ね、なんかレッドデーモンみたいに、逐一すごいうざいことをしてくるわけでもないから、今のところはね。だからまあ、うん、いいでしょう。許す。許します。特別に許します。で、ここら辺さ、上からヘルホーネット来たけど、ここでも何かしら飛んでくるわけではない。となりまっと、普通にこっちから行くと。でね、なんだっけあれ、デスファレーナだっけ、なんかガッポいやつ、いたーからー。おっと、あ、こいつさ、デスファレーナっつって B ランクなんだよね、確か、このガッポいの。こいつ欲しいね。ただ、うざいことや、あー、その前にこのワンちゃんがうざいことやってきた。やめて、お願い。よーし、よく耐えた。バギマ。まあ、そこそこ入るな。まあ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 、全体で30ぐらいだったら問題はない。で、その前にワンちゃん黙らせて、はい。野良犬はさっさと帰れ。もう、いるのはうちの野良犬だけでいいんだよ。で、とりあえず一発殴ってから、まあ、ベボマーラーしとくか。これで回復しとけば、まあ回復追いつくし。あーっと、負けずにバギマ。まあ、しかし意味がないと。じゃあまあこのままスーパーハイテンションまで上げるかな。おいしゅー。じゃあこのガオ仲間にするとしますか。ただ B ランクだからさっきのダースウルフェンよりは難しいと思うんだけど。あ、でも 9% いくのか。じゃあいけらーな。見た目でもそんなに強そうに感じないんだよね。ガダシで96。つかまあ B ランクもまあこんぐらい行くようになったか、俺らも。強くなりすぎちまったな。ちゅうわけで、ただ問題は押す。頼む、押す。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 おいし、ヨナグニさん。動物の森でさ、出てきたさ、でかいが。あいつにぴったり。あいつにぴったりじゃなく、こいつにぴったりよ。ヨナグニさん。でもってね、B ランクっつうのがでかいから。で、ってか、ヨナグニさんいっぱいいんな。こいつらはヨナグニさんじゃないけど、ただ早い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 、こいつ、できる。経験値もそこそこうまい。まあ、そこまで、うざいことはしてこないから、まあ、修行の相手にはぴったりかな。まあ、毒とか若干うざいっちゃうざいけど、まあ、そんなに怒り来るほどではない。
待って。で、フラワーゾンビは、そうだな、そう考えるとフラワーゾンビの旨味ってあんまないな。で、ここはやっぱりあれか、もともと開かない場所なのか。じゃあいいや。で、今のところ、狼が、なんか化け物、で、泥人形な。こいつらでもさ、あんまり強くないイメージあるんだよな。なんか E ランクとかのイメージなんだけどさ、どうなんだろう、こいつら、仲間にする意味ある？まあ一応やるか。まあ大体狼と同じぐらいか。あ、狼よりも、あ、狼 100% だから、あれデスファレーナーと同じぐらい。ってなると期待していいのかな？あんまり俺 D ランク、ワンチャン D ランクか。そんぐらい。あ、でも C ランクなんだ。一応。へえ、あれでもなんかな、ドラクエジョーカー2だとなんかいいとかだった気がするんだけど、まあ10年ぐらいの前の記憶なんでね。まあもしかしたらブリッジが間違えてるかもしれません。まあじゃあ名前は、まあ名前はラジコ。もうなんか操られてる感がね、もうラジコンかのごとくだから、ラジコ。まず狩り場に送ってからに、で、あとはもう泥人形のもうオンパレードだから、まあ戦わなくてもいいよな。逃げろ。あ、オッケーオッケー。逃げ切れる。逃げ切れんならオッケー。で、他になんかね、強えやついねえかなっていう感じで、あ！これさ、この穴の中にさ、なんか、トロールいたんだよね、前。ただこいつ怖えなこいつ怖えなあれ欲しいなあれ絶対いいものだよな。やめとこ。まあね、普通にプレイする皆さんはあれが何なのか自分で確かめてみてください。僕は行きません。もうこれ以上仲間を失うのが怖いです。人生縛りってやるってことは、人生縛りでやるってことはね、うん、こういうものを諦めなきゃいけなーいって思ったら、なんだこいつは。え？何この、何これ、何のこの海外の映画で出てきそうな怖いなんかやつ。リンリン、あ、でもなんかこいつ背後でいたな、候補で。え、あ、ちょっと待って、油断せずに、もしかするとこいつもなんか妨害系でうぜえかもしんねえから、まず一体ずつ処理。あー、うん、そこそこ。あ、やーん、オッケー、よく耐えた。とりあえずね、確実に一体ずつね消していこう。てか顔がブッサイクだな。ホラー映画、海外のホラー映画のなんかマスコットみてえな感じか？あ！めんどっちぇ！これめんどくせえぞ！直れ！ああ、よかった！ナイス！ナイス！ひとまず、あと一体か。これね、ちょっとな、メタパにめんどくせえな。来る前に、とりあえずね、早くチャージして、仲間にしたいな。とりあえずね、スーパーハイテンションになったんだけど、HP キングが混乱してんだよな。で、めんどくせえのがさ、リンリン結構体力減らしてるから、これ下手するとリンリンに攻撃しちゃう可能性あるんだよ。まあ、ぶっちゃけ味方に攻撃されても大してダメージ入んねえからさ、HP キング。攻撃力低いし。だからこれはもうあえてスカウト行こう。まあ、多分 HP キングはそんなに殴っても意味ないから、君は何にもしなくてもいいよ。お前、意識がない中、ちゃんと、自分の任務を、遂行しようと頑張っている。さすがだ。さすがキング。で、90% だから、まあ、いけるでしょう。ほらな。じゃあ、名前どうすっかな？てか、C ランクか。B はないな。で、またメスか。名前ね。お前、リンリンっつったろ、お前、ワンピースのシャーロット・リンリン、お前、4校だろ。
お前は四皇になれるっていう意味も兼ねて、まあ、ビッグマムよ。はい。まあ、またね、結構新しく仲間にしたが、ただ、まだいるだろ？まだだよ。俺はまだ求めているよ。人間の欲望ってのはね、果てしないんでね。まあ、でも、こいつと戦う暇っつうか、なんかもう、戦うメリットはないからな。ちなみに、あの上なんかいるかな？いや、こっか、一応こっから覗いてみるか、なんか。もしかすると、いるかもしれん。あの、バトルレックスがいた場所な。何かいるかな？ああ、あれか、シワシワのおじいちゃんの魔法使いか。あいつは別にいいかな。そんなにかな。よいしょー。で、そういやさ、一応マップ上、この下のマップ見ると、こっち側になんかこういう感じなんだけどさ、行けんのかね？向こうに。どうなんだろう。あ！電電流か。一応ドラゴン系だし、ドラゴン系全然いないからさ、捕まえとくか。意外に強い。意外に、いや、あ、意外に硬い。そんでもってこいつ背の攻撃力が結構高かった。あ、マジ？こいつ結構、やる？え、待って、電電流ってさ、あれ？そんなにランク高いイメージないんだけど。あ、マジ？あ、マジ？あ、マジ？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 よかった。でもね、スクールとかけてたからさ、よかった。あ、マジ、結構強えんだ、電電流。もう燃え盛る火炎。あ、やるねえ、君。あ、しかも体力も結構高えわ。あ、結構強えんだ。おー、マジか。あ、しかも2体で200級ももらえんだ。久々にレベルアップと。ちょっとなめぷしてたな、これは。でも、電電流できればゲットしたけどなぁ。あ。いや、とりあえず今はやめとくか。とりあえず今はね、探索優先な。電電流でも、電電流ってマジでランク何なんだろう。あれ、俺 E ランクとかのイメージなんだけどなぁ。なんかあれかな、記憶が、ダメなのか、俺は。俺はもう、うわぁ、なんで目の前でいきなり出てくんの、お前。ただ足が遅いから俺のスピードでも勝てると。なるほどね、ここにいっぱいいんだ。じゃあ別にいざとなったら本気で掴みに行くのも、ありだな。で、問題ここよ。ここ登ろうとしたらね、コングヘッドだっけ？あいつが襲いかかってきたから。あれ？あー、昼だけかな、あいつ。昼だけっぽいな。やっぱあいつ夜は寝てるな。なるほど。むしろ、こうやっての、夜寝て、まあ朝起きるっていう健康的な生活をしてるがゆえに、ちゃんとしたね、パワー、あいつのあのパワーが引き出されるのかもしれん。で、またじゃあここに戻ってきたということか。で、向こうを見てもな、大して、って感じだし。まあ、強いて言うならな、あそこの洞窟の中のトロールかな。ただ、あいつはな、あれは絶対挑みに行きたくねえんだよ、俺。多分、絶対ボコボコにされるぜ。ちょっとあれはいけねえわ。じゃ、ルーラで戻ってからに、配合ちょっと見てみるか。せっかくさ、フラワーゾンビ手に入れたからさ。で、フラワーさんを、まあ、母親にして、嘆きの亡霊。あ、エビラか、上は。で、バッファロン。バッファロンってなんだ？あー、あれか。あ、こいつ結構強いんだよ。で、嘆きの亡霊は、なんか、そう、うん、なんか、うん、ゾンビっぽいやつ。で、ウミトカゲだと、あ、
グレートドラゴン作れんだ。マジか。ただね、A ランクのモンスターを本格的に、戦闘で使っていくのであればね、ちゃんと、組み合わせを考えないといけない。だからちょっとここら辺ね、慎重に選ばないと。で、うち、まずアメザリが、多分今のところ一番うちの中で、ランクが高い、A ランク、上位の A ランク。だと思うんだよ。MP、守備アップ、ハンター。で、あ、ちげえや。メスから決めるか。ただそうだな、やっぱな、これ。フラワーさんな、メスなのがちょっといたたまれないな。でも完全にやるかも、スライム系の A ランクはバブルキングになるんだな。で、バッファロン、魔法の使い、動く石像。魔法の使いってなんだっけ？あ、魔王の使い！あ、こいつもめちゃくちゃ強くなかった！なるほど。で、海トカゲで、グレートドラゴン。ただ、スキルが吹雪か。動く石炉、バッファロン。ま、エビラ、まずあれだね。エビラはもう作ったから、まあいいや。もう用済みです。まあ用済みって言い方おかしいけど。それか、まあ。海トカゲを一個。いや、海トカゲな。違うの、海トカゲやっちゃダメだ。やっぱこれはね、ちょっと待ってて。まずは、ヨナグニさんとラプラスで、ギガントヒルズを作ろう。できればこれでね、オスが生まれてほしい。オスが生まれればね、だいぶ話が変わってくる。配合します。オス！頼むよ。オス。ナイス！ナイスー！こいつなー、こいつはね、ドラクエジョーカー2でもね、結構出てきたから、確かさ、こいつのなんか緑色バージョンもいて、緑色バージョンがね、A ランクか S ランクだった覚えがあるんだよ。ジョーカー2で。じゃあ名前ね、お前こんなもん六本木に決まってんだろ。ヒルズなんだから。六本木よ、六本木。で、VS メタル、攻撃アップ。で、まあね、どうすっかな、イエローファイターって何？あ、イオレッパザン V ミ。あ、だったらあれかな、イエローアタック。これやってやりたいかな。ここで行こう。で、一旦預かり所に送って、で、あともう一体ぐらい作るか。ひとまずね、やっぱ配合はやめて、で、バックはね、六本木、アメザリ、ナイトメア。この三体をとりあえずレベル10にしないと、まあ、話が進まんないんで、まずレベル10にします。じゃ、レベル10にするためには、どこで修行するのが一番か。まあ、皆さんお分かりだと思いますが、やっぱ、人間ってさ、楽な道行きたいよな。って思いがちじゃないですか。ただね、メタルスライム、行きがちじゃないですか、皆さん。メタルスライムだとね、下手したら一生会えない可能性もあるんで、だから僕はあえて、地道に努力する方を選びます。なので、それじゃあ、電電流さん、対戦よろしくお願いしまーす。なん！お前、お前、出てくるの？お前。え、お前出てくるの？聞いてないんですが出てくること聞いてないんですが、あと1ダメージお願い。ナイス。お前出てくんのかい。聞いてないですよ。まあ、嬉しいからいいですけど。さて、また配合の時間と参りました。
ようやくね、六本木、アメザリでもって、ナイトメアがね、レベル10超えたんでね。まずじゃあアメザリをちょっと親にしてみるか。あーもうあれか。あの、緑系つうかなんかあの、森系は自然系か。もうエビラがトップなんだね。じゃあもうこれ以上上がりようがない。で、スライムはバブルキングがトップ。で、ドラゴンはグレートドラゴンがトップなんだ。まあ、そうなると、あとも、もっと強いモンスターを作るには、あ、なんだっけ、特別配合みたいな、もう、このモンスターとこのモンスターを組み合わせればこれができますっていう、組み合わせを作んなきゃいけないんだよ。ただね、俺ね、その組み合わせのね、方法ね、普通のこのドラクエジョーカー通常のは一切知らないから、わかんないんだよな。だから、ちょっとその特殊配合、多分 S ランク作るってのはちょっと難しい話なのかもしんねえな。ヘラクレイザーとかも多分、なんか、カブト小僧と何かしら作ってやれば、いけると思うんだけどね。じゃ、仕方ない。一旦アメザリは下げて、それかさ、これ、この DK とブーマンだな。ここまで育てたけどさ、結局のところ D ランクと C ランクだからな、こいつら。いや、こいつらこのまま行かせようか。でもって、六本木が VS メタル攻撃アップイエローファイター。で、なんかもっといいやつ。なんかパワーの強いやつないの？石頭もいいかもしんねえな。いや、ただな、レベルがな。石頭。あ、じゃあ、レムリンとくっつけちまうか。あれ？それだと。お前、それだと下になっちまうじゃねえかよ、お前。ダメだろ、レムリンが。でも、あ、ビッグマムあれだ、石頭だ。じゃあこれでグレートドラゴン作っちまうか。ダーン、かっこいいね、マジこいつ。でメスね、オッケー。じゃあお前はね、はい、600族よ。まあね、600族はまあし、よくわからないって人はね、自分で調べてみて。600族で出るから、詳しくは説明しません。吹雪、あ、氷系なんだ完全に。じゃあ吹雪呼べさして。石頭なんだっけ。あ、でもこれありだな、ちょっとぶん殴りって意味で。 VS メタルなくそう。じゃあ攻撃アップ、これでいこう。あ、じゃあ一旦預かり所送ってから、でもう一体、もう一体作るか。皆さん、ついにさ、HP キングを、こいつにする時が来たんじゃないでしょうか。こいつでいい気がすんだよな、俺。バブルキング、多分、このスライム系のトップ。こいつにしちまおう。HP キングを、ちょっとやっぱワン段階。DK とね、もうブーマンダは、あのままで、もう、行かせよう。もう、あのまま死ぬか、クリアまで駆け抜けるか、あの2体は。バブルキング、ちょっとHP キング、スライムベボーマズンは、ちょっとね、戦力強化のために、あげるわ。頼む！お前ももっと強くなれ。見た目が溶けちゃってるな。お前、溶けてるだ。HP キングから溶けてるになった。よろしく。で、こいつは本当にもう回復戦も。絶対回復戦も。HP 回復じゃなくて、賢さアップ、ため息って何？あー、そういう系なのね。いや、素早さアップだ。こうでいこう。もう完全に回復ま、もう回復マシーンとして、お前には活躍してもらう。
いや、じゃああれか、一旦預かり所送って、よし、もうこれが完璧だろうな。あとちょっとレベルアップ上げしてから挑むって感じかな。祠にちょっと今回はちょっと時間的にも厳しいし、ちょっとだけ修行パート、まあ次のパート挟んでから、まあ実質物語はまあ祠挑んで、まあマデュライトを10個アルカポリス島に持ってけばいいんじゃないかなって思います。とりあえず溶けてる600族で、あとはあれ、あと1体あれ、え、あ、そっかそっか、あれか、俺が今くっつけたからいねえのか。え、あともう1体どうしようか。あー、でもレムリン行くからレムリンにすっか。レムリン、まあ結構攻撃も強いしね。 A ランク3体でもこれでもう勝てるだろう。まあ D ランク C ランクこっちはいるけど、こいつらも熟練だからな。よいしょ、ひとまず今のところこれが多分一番最高のパーティーなんじゃないでしょうか。あ、一応武器も買ってやるか。いや、もう今回やめよう。ちょっと今回あれだな、長引きすぎたんでやめるかな。いや、でもあれか、カットしたら結構もうカットされてるか。カットしたらカットされてるか。じゃあ今回これで終わって、次回じゃあまたちょっと修行パート挟んでから、いよいよ祠に挑んで、まあ、アルカポリス島へ、マデュライト10個集めて、まあ、集まりましたっていう報告して、まあ、果たして、まあ、その上位5位以内に入って、決勝へ進めるのかどうかを見ていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ではパート20終わりまして、次回パート21で終わり、終わり。もう一回、パート21でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。